ニューヨーク証券取引所、ニューヨーク証券取引所、ニューヨーク使用券取引所は、アメリカ合衆国のニューヨークにある、世界最大の証券取引所である、通称、ビッグボード、ビッグボード。2018年5月25日、バンカメ出身のステーシー・カニンガムが社長に就任した、女性がトップになるのは初めて。2005年4月20日、 電子証券取引所を運営するアーキペラゴホールディングス社アーカペリゴホールディングズインクアックスの買収計画が発表され証券取引委員会 SEC がこれを承認したことを受け NYSE は66億ドルを投じてアックスを買収手続きを2006年3月7日に終了させた上で持ち株会社 NYSE グループを設立 翌3月8日に NYSE に株式を上場した。これにより NYSE は213年間に及ぶ非営利会員組織としての歴史に幕を下ろし、NYSE グループ参加の株式会社として再出発した。2006年6月1日、証券取引所運営会社ユーロネクストとの合併を発表。2007年4月4日、監督官庁や株主の承認を経て、 新会社 NYSE ユーロネクストが発足した。2013年にはインターコンチネンタル取引所の一員となった。2017年10月、インターコンチネンタル取引所がロイヤルバンクオブスコットランドからユー四パーセン4%を買収しようと具体的な交渉を詰めていることが報じられた。ニューヨーク証券取引所を起源とする DTCC。 は事実上の国際証券集中保管機関として稼働してきた。ユーロクリアへの資本参加を打診しているということは、DTCC の手に余る事態が生じているということで、ある。アーカで、上場投資信託、ETF のマーケットメイク制度が未完成なのである。2018年5月、ドットフランク法の改正と、ボルカールール2.0の採択が行われ、 大銀行とその参加のシャドーバンキングシステムがマーケットメイク制度に参加しやすくなる。ETF マーケットメイクをめぐる問題は ETF とアーカの歴史から説明される。パシフィック証券取引所は現物株式と上場オプション市場を運営していたが1980年代から出来高のシェアを失った。そこでパシフィックは ETF マーケットメイクの試験的運営を 証券取引委員会に登録申請した。これは1997年9月に、高級的な制度として承認された。パシフィックは2007年7月、アーキペラゴに電子取引システムを提供させ、自らは自主規制機能を担うという提携を発表した。2005年1月、アーキペラゴホールディングスがパシフィックを完全買収。 上場オプションと ETF コミ現物株式のマーケットメーカーとなった。2006年発足した NYSE Euronext は2008年1月アメリカン証券取引所アメックスを買収した。アメックスはナスダックの発展に伴い取引シェアを失っており、打開策として1993年1月にステートストリートのという ETF を上場させ、 他の ETF に対しても上場を誘致していた。n y s e ユーロネクストのアメックス買収は ETF 市場の取得を目的の一つとしてたので n y s e ユーロネクストは自社上場の ETF とアメックス上場のそれを集約してアーカへ移管した。また2005年7月にバークレイズグローバルインベスターズ現ブラックロックが一名柄2008年8月にバンガード が34名柄、同年12月にステートストリートが75名柄の ETF をアーカーへ世界金融危機化でマーケットメイク等の合理化に成功した。危機でも ETF 設定類計額は上昇をやめなかった。2013年6月、アーカーは ETF マーケットメーカーにスポンサー、大銀行や機関投資家をつける制度 EIP の試験的運営を申請した。 バンガードが利益相反の問題を指摘したものの証券取引委員会は承認した。2017年4月の報告書は試験結果を示すにはデータが不足していると述べた。試験はスポンサーがいなくなったので中断された。ボルカールールール2.0で試験は再開される見込みである。日本は2018年7月2日に東京証券取引所が ETF 市場で マーケットメイク制度を導入した。アメリカでインプが制度化されて日本へ輸入された場合は日銀がシャドーバンキングシステムに供給た流動性がマーケットメイクのスポンサーという形で日本の ETF 市場をさらに機関化することになる。ニューヨーク証券取引所はロンドン証券取引所に次いで古い歴史を有する証券取引所である。 元々はニューヨーク証券取引所の株価から構成されていた株価指数はダウ工業株30種平均ダウジョーンズインダストリアルアベレージがありダウジョーンズ社ダウジョーンズカンパニーによって発表されているただし現在ではナスダック公開のマイクロソフトやインテルのように非 NYSE 上場企業名柄もダウ平均を構成するようになったこの 構成銘柄が少ないダウ平均に対して、より市況を反映する、要1970年代中頃に開発されたが、ある。NYSE 自身が独自に算出しており、構成銘柄は、すべて NYSE 上場企業である。S&P500 は、ニューヨーク証券取引所及びナスダックから構成され、その株価指数連動型 ETF は最も取引、されている ETF であり、 ダウ平均株価や S&P500 の動向が全世界の相場展開に反映される。取引時間は時間外取引を含めると以下の通り、祝祭日を除く月曜日から金曜日の米国東部標準時及び米国東部夏時間。コアトレーディングセッションは9時30分16時の一常性であり、日本などのような前場、後場といった区分はない。 メインの建物は、ウォールストリートとエクスチェンジプレイスの角、ブロードストリート18番地に位置している。立会場は、メインの建物に隣接する、ウォールストリート11番地のビル内あり、21のトレーディングルームからなる。かつて、メインの建物から、エクスチェンジプレイスを挟んで向かいにある、ブロードストリート30番地の建物内にあった、トレーディングルーム2007年2月に閉鎖された。 18ブロードストリートと11ウォールストリートの建物は1978年にアメリカが衆国国定歴史建造物に登録された。20世紀においてニューヨーク証券取引所のアイコン的存在として知られていたのが取引開始時と終了時に打ち鳴らされる八階の鐘、オープニングベルトの5階の鐘、クロスンベルである。立ち会人が立ち合い席から作動させると 金が9回連続で打ち鳴らされ、場内に取引開始や終了を告げる。立ち会人は、企業人や、各界の著名人が招かれるのが常であり、外部の人間としては1956年に10歳の少年が、クイズ番組の商品として、8回の金を鳴らしたのが最初であるという。機械化された NYSE だが、オークション制度も併損し、立会場が使われている。 世界一上場審査が厳しいとされ、上場企業数は約2300社。そのうち外国企業は約460社、47の国、地域が上場している。日本経済新聞マーケット総合面に100前後の海外主要企業とともに毎週火曜日から土曜日に1日遅れの株価が掲載される。日本の三大証券取引所とは異なり、 企業規模などによる市場指定、第一部、第二部などは言ってはいない。大規模企業の上場が多く、日本企業では1970年にソニーが上場して、以来、2016年12月現在13社が上場している。また、シンボルコード、別称、ティッカーと呼ばれる各企業を表す1から4桁のアルファベットが NYS 以外の証券コードとして用いられる。 1998年以降、毎年1社以上の日本企業が上場していたが、2002年のコナミを最後に4年余りなかった。この背景には、2002年7月に制定された、米国の上場企業会計改革及び投資家保護法、通称アックス法がある。言論やワールドコムの不正会計事件を受けて制定された同法は、 米国企業のみならず、米国の証券取引所に上場する外国企業にも厳正なコーポレートガバナンスを求めており、この対応に多くの費用と時間を強いられるため、上場が敬遠されていた。これをクリアした水保フィナンシャルグループは公的資金の関西を果たしたこともあり、日本企業としては4年ぶりに NYSE 上場を果たした。水保社長の前田ゲルノブは、 SOX 法への対応に100億円を費やしたと、上場直後のインタビューで語っている。さらに、NYSE では、日本の大手企業に、上場の話を持ちかけており、景気の回復もあって、さらに数社の上場が噂されている。一方、伊東洋華堂、現在では持ち株会社セブンアイホールディングの完全子会社、当時アメリカ国内で、株式、 ADR を発行しており、EEG という証券コード名まで NYSE から提示されていたのように誘いを断った企業もある。また、1976年から株式を上場していたパイオニアは、2006年1月下旬に株式事務の合理化を理由に NYSE での上場を廃止した。同様に1982年から株式を上場していた TDK も、 取扱い高が少なく、上場を続ける経済的合理性が薄くなったことを理由に2009年4月下旬に上場を廃止した。1971年から株式を上場していた古産のパナソニックも業績悪化に伴うコスト削減の一環として2013年4月下旬に上場を廃止した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。